レイクポートはアメリカ合衆国カリフォルニア州の北部レイク軍の都市であり、同軍の軍庁所在地である。クリア湖の西岸に位置し、標高は1355フィートである。2000年国勢調査での人口は4820人だったが、2010年では4753人とわずかに減少した。レイクポートとなった地域には数千年前からインディアンが住んでいた。 定着するようになると、ポモ族インディアンの士族壁ナポ族が、その主要集落の中で住んでいた。集落の名前はカシバドンと呼ばれ、インディアンの言語で水蓮を意味する歌シと島の名前であるバドンが組み合わされたものだった。1850年、ナサニエル・ライアン大尉が、ブラッディアイランド虐殺と呼ばれるポモ族インディアンに対する攻撃を率いた。ライアンは後に、 南北戦争で北軍のために戦って戦死した。レイクポートで最初の事業は1855年に始められた。インディアンの焼き物やバスケットと引き換えに品物が取引された。この事業はジョンソンという名の男が運営していたが、固定した店舗は持たなかった。レイクポート地域で最初に建設された店舗はボイントン博士が作ったものだった。しかし、 レイクポートの主要地域で最初に店舗を始めたのは、ウィリアム・フォーブスとジェームズ・パリッシュだった。パリッシュは鍛冶屋で、フォーブスは荷車の製造家だった。フォーブスは開拓者の引き受け人でもあった。フォーブスが軍から得た特許土地とこの事業があったので、町の最初の名前は、フォーブスタウンだった。ウィリアム・フォーブスは1858年にこの地域にやってきていた。 彼は160エーカーの土地を購入し、そこに家を建て、農場を作った。レイク軍が軍庁所在地を置く場所を調査している時に、ホーブスは軍庁舎を建てることができるようにその資産から40エーカーの土地の提供を提案した。軍庁舎建設地の選定人は、町の名前をホーブスの名にちなんで名付けることでその気前の良さに感謝の意を表した。この町は、 現在、フォーブスの名前を関していないが、フォーブスクリークやフォーブス通りなどに、フォーブスに関わる地名を残している。1861年6月14日、フォーブスタウンは公式に、レイクポートに改名された。1858年に、最初の郵便局が、ビッグバレーという名で開局していたが、これも1861年にレイクポートと改名された。 1861年にレイクポートの初代、軍庁舎が木製で建造された。この建物は1867年に不審火で焼けた。1864年、キャッシュクリークダムが建設された。その4年後、ダムでせき止められていた水が、ロワー,ーレイクとアンダーソンランチの大半を水浸しに、した後、地元民がダムを壊し、ダムの水で運転していた、製粉所を破壊した。 1872年、伝説のブルーレイクのモンスターあるいは悪魔の魚が目撃されたことで、周辺地域全てのインディアンが予測される惨事を待つためにテメスカルに集結することになった。1882年、山賊ブラックバートがレイクポートとクローバーデールの間を移動していた駅馬車を襲った。この頃、450人以上の中国人が、 地域の水銀鉱山で働くために雇われていた。1883年、ウィリアム・ディッカー・ジョーンズが、レイクポートの監獄で、公主刑に処された。ジョーンズは軍によって、合法で処刑された、唯一の白人だった。1888年、レイクポートは施政を執行した。それから1世紀近く、クリアレイク氏が法人化されるまで、レイクポートが、レイク軍では、 唯一の法人化都市だった。1892年、レークポートの最初の電話機が設置された。レークポートは、北緯39度02分35秒整形122度54分57秒、北緯39.04306度整形122.91583度、39.04306-122.91583に位置する。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は2.8平方マイルであり、このうち陸地は2.7平方マイル、水域は0.1平方マイルで、水域率は3.60%である。レークポート地域はクリアー湖に隣接する堆積物で埋められた渓谷に位置している。地域内で露出している物質は、ジャモン岩と第四期の堆積物に限られている。 これらの堆積物は、きちんとした層をなしておらず、近くの山にあった岩から出た砂、沈泥、粘土及び砂利の層をなさない混合である。第四期堆積物の強度が低いために、急速な侵食と浅い沈降が起こっている。軍内のかなりの数の断層が、小部山地域とホップランドグレードにあり、軍境の南東から南に走っている。軍の南東部は、 かなりの地震断層があることもわかっている。レイクポート市金号には活発な断層があり、西側30マイルにはサンアンドレアス断層、やはり西側15マイルにはヒールズバーグ断層がある。これらの断層は過去の中規模から大規模な地震の震源になってきた。サンアンドレアス断層が震源とされる地震で最大の、ものはマグニチュード8.25、ヒールズバーグ断層のものは、 マグニチュード6.75となっている。地域のすぐ東、クリア湖の湖岸に並行し近接して走っている、潜在的に活発な破壊域がある。これは200年前の第4期に活発であった断層と定義される。過去200年間では、市の東部境界に近いビッグバレー断層など、霊古群内断層に沿って被害を与えるような大きな地震は起こっていない。しかし地質的に見て、 ビッグバレー断層に沿った第四期地表物質の変異によって最近の断層が表面化されている。レイクポート市に影響を与えた最大の地震は1906年のサンフランシスコ地震でありマグニチュード8.3だった。地震度は大きかったが市内の被害は比較的小さく装飾用のレンガや煙突が落下した程度だった。市は飲料水の大半を井戸に頼っている。 豪雨によるクリア湖、スコッツクリーク及びフォーブスクリークの氾濫の時期には歴史的な被害を出してきた。レイクポートはクリア湖地域の他の場所と同様暑く大半が乾燥した夏と冷涼で雨の多い冬とを経験する。1月の平均最高気温は下市53.24度、最低気温は下市31.5度である。7月の平均最高気温は 歌詞94.4度、最低気温は五十53.0度である。年間平均で下詞90度を上回る日は77.5日、歌三32度を下回る日は75.5日ある。過去最高気温は1971年8月10日と1972年9月13日の下詞112度、最低気温は1972年12月9日の かし9度である。年間平均降水量は28.36インチであり、計測可能な降水日は平均して年間66日ある。最も雨が多かった年は1973年で44.50インチ。雨が少なかった年は1976年で9.96インチだった。1ヶ月間の降水量が 最も多かったのは1986年2月の19.62インチ24時間雨量で最も多かったのは1937年12月10日の5.43インチだった。レイクポートでは降雪が比較的稀だが周辺の山では頻繁にある。年間平均降雪量は1.0インチである。 最も降雪が多かった月は1952年1月の15.0インチだった。レイクポートにあるレイク群長社以下は2005年の人口推計データである。レイクポートの地域経済はビッグバレーやスコッツバレーでの農業活動にかなり基づいており、穀物や好みの栽培と収穫に加えワイン産業が成長しているという事実により、かなりの数の短期労働者と、 季節労働者がいる。住居、医療サービス、子供の養育などのサービス業が人口に占める割合が目立つようになっている。レイクポート地域で生活し働く短期労働者と季節労働者の総数を割り出す情報は不十分なままである。カリフォルニア州議会では上院の第二および下院の第一選挙区に属している。連邦議会会員では カリフォルニア州第一選挙区に属し、クック投票動向指数では民主党プラス10となっている。2010年時点で全て民主党議員が務めている。ありがとうございます。